愛媛県中予地方局で16日、重信川大規模氾濫に関する減災対策協議会が開かれました。この減災対策協議会は、昨年、鬼怒川流域で発生した豪雨災害を踏まえ、重信川で堤防の決壊や越水などの浸水被害に備えて、河川管理者、県、流域市長などが連携して減災対策を行うものです。今回の会議は、昨年の鬼怒川で起きました大きな洪水被害を受けまして、重信川でもそういった大きな氾濫被害が発生したときに備えまして、ソフトハード対策を検討するために国県市が集まって、発足した会議でございます。現在堤防のですね、整備率というのは非常に高くなってきて、おおむね外整はしているところでございます。ただ非常に急流河川でございまして、特に下流の部分なんかでは流れが速くなるので、それによって、堤防の底がえぐられたり、また堤防の水が堤防の裏から流れ出たり、そういった危険性があるということで、ハード対策を取らなければいけないということになっています。で、今後今回の協議会で、今後5年間で進めるハード対策、ソフト対策を決めましたので、これに沿って着実に、県と市と連携しながら対策を進めていきたいと思っています。下流域に四国最大の人口が集中する重信川、さまざまな課題も見つかり、国や各市長など関係機関が連携し、より安心安全な川へ整備されます。